第11代ノーフォーク公爵チャールズ・ハワードは、イギリスの政治家、貴族、代々カトリックであるノーフォーク公爵の中で、プロテスタントに改修した異色の人物である。プロテスタントに改修したため庶民院議員、貴族院議員を務めることができ、保育等の政治家として自由主義的な活動を行った。父が爵位を継承した177 17 7年から、 自身が爵位を継承する1786年までアランデルサリー伯爵の儀礼称号を使用した。ジェームズ・ロンズデールが描いた晩年のノーフォーク校の肖像画。1746年、グレース・トック城でカトリックの家庭教師から教育を受けて育つ。また、フランスにも長く留学していた。当時はカトリックに議員資格のない時代であったため、聖火入りを希望していた。 彼は1780年にプロテスタントに改修した。そして1780年と1784年の選挙でカーライル選挙区から当選して庶民議員となった。議会内では自由主義政党保育党に所属し、フォックス派として自由主義的な活動を行った。1780年にはジョンダニング提出の王権を封じるべしとの同義に賛成した。また、 アメリカ独立を擁護し、アメリカへの派兵に反対した。1782年8月に副軍武伯となり、1782年9月には、ヨークシャーの西リディング知事に就任した。1786年8月31日に、父が死去し、第11代ノーフォーク公爵くらいと、ノーフォーク公爵家の世襲職軍武伯職を継承した。プロテスタントに改修していたので、 そのまま貴族院議員となる。貴族院議員となった後も自由主義者として活動し、奴隷貿易廃止や選挙法改正を訴えた。また1798年1月24日の晩参会の席上では、人民という君主のために乾杯すると温度を取ったが、これに国王ジョージ三世が激怒し、西リディング知事の役職を免職されている。1八百七年一月十四日には、 サセックス知事に任じられているが、死去の直前の1815年6月にマグナカルタ600年記念パーティーを催しており、最後まで保育貴族として自由主義者の立場を崩さなかった。1815年12月16日にセントジェームズスクエアのノンホークハウスで死去した。同月23日にサリー修道キングに埋葬される。着室士の男子がなかったため、 三十警定のバーナード・ハワードが、ノーフォーク公爵位を継承した。プロテスタントに改修して、政界入りし、ホイック等の自由主義政治家として活躍した。自由主義者としての心情は本物であったが、プロテスタントになったのは方便だったようである。サー・ウィディアムラック・ソウルの回顧録によると、公爵は酒に酔うと、自分の気持ちはカトリック教会にあることを告白したという。 彼が形式的にプロテスタントに回収したのは反、カトリック暴動のゴードン暴動に恐怖したのと、聖火入りを希望していたためだったと見られる。大酒のみであり、ビール、ワイン、ブランデーなど種類を選ばずに、ガブ飲み、公爵の酒は、質ではなく量と称された。道楽者の皇太子ジョージとは飲み仲間だった。退職官でもあり、ビーフステーキを3枚も4枚も平らげたという。 極度の水嫌いであり、顔や体を洗うことを拒否した。そのため悪臭が漂わせていることが多く、それがあまりにひどくなった時には泥水して熟睡したのを、見計らって、召使いたちが裸にして、大急ぎで洗い上げたという、フリーメイソンリーであり、1789年から1790年までヘレフォードシャアのフリーメイソンのグランドマスターを務めた。巨城であるアランデル城を、 今日の形へと改築したのも彼であり、当時としては珍しいことだったが、改築後には城を無料で一般公開した。1786年8月31日に父、チャールズ・ハワードの死去により以下の借位を継承した。1767年にジョン・コピンジャーの娘マリアンと結婚したが、彼女はその翌年に出産の際に死去した。 ついで1771年に、チャールズ・フィッツ・ロイス・カダモーの娘・フランセスと再婚したが、彼女は、間もなく精神病となった。公爵は、フランセスと離婚せずに、エドワード・ギーボンのいとこにあたるメアリー・ギボンと愛人関係を持った。メアリーとの間に非着室子を6人も設けたが、フランセスとの間には、着室子ができなかった。そのため、 ノーフォーク公爵位は30形邸のバーナード・ハワードが継承している。ありがとうございます。